劇場じゃない、レッスン場です。なんかすごい、こんな風どこのベンチなんかレッスン場に山ほどある椅子。レッスンします。みんなもリサ映るようにしないと。はい、いずみちゃんバラありがとうございます。あ、脱いだら先にどうしよう。配信します。今日の髪型かわいい。メイクしたのさ、メイクしてないとやっぱり変わりますかね、見え方として。え、変わるんじゃ。まつげとアイラインで変わるくない？アイシャドウとかさ。アイライン、そうね、一応軽くしたんですけどね。こんにちは、こんにちは、めっちゃ急でごめんなさい。こんにちは、いただきます。こんにちは。うん、ゆずみちゃんハートありがとうございます。リサヒエでジャンルで決まりました。あ、そう、ぜひぜひお便り待ってます。待ってます、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 待ってます。2回目ですよ。そうそう、リサヒエでジャンルでいただけるの。ふうきみっちゃく見ました。姉ちゃんがまた名前あげてくれてた。うん、嬉しい。あめあめさん、紅茶ありがとうございます。そんなポジション表の上で私はバーベキューソースを開けるほどずぶどくないんだよ。何を言ってるのか。開けます。ナゲットをめっちゃ久しぶりに食べます。ポテト派でナゲットなんて食べないんだ。いただきます。そう、3番手でいただきます。おめでとう。ありがとう。今回のジャンルはリモートじゃないかもねって。本、うん、え、うん、さっき話してた、どっちがリモートなんやろ。アベさんハートありがとうございます。え、リモートって聞いてる人から見て、あ、この人リモートになって分かりますか？音質とかそんな感じで、うん、分かります。キンキンさんバラありがとうございます。あ、確かに。ひなぴもチョコみたいなかかってるバラありがとうございます。分かるって。うん、わかるよ。やっぱさ、ガチマイク使ってやってるやん、うん、現場におる人は。もちろんイヤホンやからな。うん、市販のナゲットとポテト食べてます。ポテナゲ食べてます。ナゲット美味しい。あ、こんな美味しかったっけナゲット。感動。あ、反応が遅れるからやって。あ、なるほどね。確かに。アベベさん、ダルマとハートありがとう。スマホ揺れてますね。いいだよね。ハート、ありがとうございます。あ、ルームスナック。ごめんなさい、マジでごめんなさい。もう、いちごありがとうございます。いちご食べたい。マジで。みんなは劇場に行くときはルームスのアクティビティコメントできませんって近重さんに言うぞ、よしって出るんですけど、うん、近重さんが今日おらんことが多くて、なんかおったんやけど、なんか近重さんって言ったタイミングで絶対いなくて。マジでごめんなさい。絶対確認します。次、ゆうりさんバラありがとうございます。この前の N 公演でね、まこちがバレンタインチョコあげるならリサヒーって言ってくれたらしいです。意外。ありがとうございます。意外じゃない。うん、まこは意外めっちゃ。うん、なんかね、ほ、でもね、そう言ってリザヒが好きって言ったらもうアミアヤミに行くなよっていう。あ、はい。なんかホノとかアミとかがアヤミに行くのはまだね許せるんですよ、うん、でもアヤミとかさくらは好きって言ったんやったら貫けよというね感じです。しかもアミも可愛いって言ってくれてた。結構言ってくれてる。うん、ホノもみんなバラありがとうございます。バラバラ。わかるよ、あのちっちゃい子らがね、うん、お揃いのパジャマ着てキャピキャピやってたら、うん、かわいいよそりゃ。バラバラバラたくさんありがとうございます。なんかハクパンは最初 DD じゃないと思ってたよ。うん、思ってた。あんまり人に好き好き言わんから DD じゃない、サクパンも安心だって思ってたら全然やった。ほんまに安心できるのは名字だけです。うん。ハートありがとうございます、うん、先生ハートありがとうございます。みおちゃんほんまに好きって言ってくれるけど絶対他の人には言わへんから。みおちゃんだけやな。うん、みおちみおちしか勝たん。私はね、地図の方は占わないんですよ。確かに。あ、でも最近愛花さんめっちゃ可愛いって言ってくれるんです。それはリサヒやろ。うん、
うまいな。うまいね。レッスン場でね、ティオキがレッスン終わりでね、ずっとね靴箱の前でねおったからね、ナコとヤヨイとアイカさんと私のね4人がおってね、うん、なんか靴をアイカさんは直す変えるから直しにはかなあかんけど、ティオキがおるから、うん、ドアの前でしててやってそう。私も8金の時もこんなんやってんって話をして、うん、あ、たくさんたくさん、うん、愛華さんめっちゃ人見知り、うん、なんか最初の頃マジ怖かったもん愛華さん、うん、バラありがとうございます、なべさんありがとうございます。もうほんまになんかわかんねん、でも自分が同じ立場になった時にほんまにとりあえずお疲れ様ですと言うけど、もう笑顔を気をつけてね、頑張って笑顔でお疲れ様ですっていうのを気をつけてて、うん、頑張ってるよ。泉ちゃんハートありがとう。うん、ご飯をおごらせるアイカさん、そう私ご飯行くって約束しましたんで、私アイカさんみんなご来場。あ、ちなみに昨日のソーキそばのリンク若田さんが送ってみんな無反応で、うん、アミだけスタンプで返してましたその方が全員する。バラありがとうございます。ペインペインさんバラありがとうございます。なんかアミがわーみたいなスタンプで返してたわあ、どんな心境ですかみたいな、ね、うん、ここは15日に、ね、M 公演出させていただきます。わーい、みんなも早く出た。頑張ろう頑張ろう。リハシーに当たる M にね、リハシーという新しい風を吹かせるんです。はい、うん、吹かせて。若菜さん本当におもろいんですよ。ザヒーファンがあやみに手を出すと大変なことに当たり前やんな、うん、それはあの処刑いやいや、ほんま処刑はいかなくてもなんかちょっと仕方、うん、ちょっと反応が冷たくなっても知らんよ、うん、だってまあケーキに行くこと自体まず論外やけど、うん、あやみっていうのがうちらの中で地雷やから、うんうん、適当してますので、まあ、ありがとうございます。そう勝手にな、うん、でもまあバブミとあや草垣はちゃんと思うね、うん、あやみはバブミ、こっちはクソガキね、うん、言ってるので行かないよってね、行くなよって、行くなよ16日ケイトさん、あ私見ます絶対、うん、出させて。私もね、私も一緒に寝たかったのもあるけど見たかった、ずっと絶対みんなケイトさんをパフォーマンスではケイトさんを目標にしてるんですよ。うん、うん、だからもう絶対 B2 出ようと思って、うん、ハートありがとうございます。うん、コンセプトが違うからさ、うん、M 見ても勉強になるけどやっぱ B2 見たら、うん、うん、違うから、ま、ハートありがとうございます。ゆみちゃんバラありがとう。バラありがとうございます。なるほど、ワイヤネでリサヒー VS アヤアミ企画は愛嬌とかやったら負けるから、うちら、うん、もう喧嘩腰とかやる。名前キスやったら勝つで、うん、この子たちはね、お疲れ様だけですでも可愛いから、うん、ほんまに可愛い、ニヤニヤしちゃう、ほんまに可愛い。いちごありがとうございます。バラもありがとうございます。なんかアミアヤ？アミアヤなん？え、あ、そうなの？アミアヤなんや、アミアヤと思ってた。アミアヤってことにしましょう。アミアヤ、アミアヤ、アミアヤ。うん、ペンライト、ありがとうございます。ニヤニヤ、わかります言うてもうてんねんけど、はい。ありがとうございます。あやみちゃんショールームでリサヒーさん可愛かったって言ってたで。知ってるそれ、めっちゃおもろい。リサヒーさんがマジでおもろい。リサヒーでいいのに。モチーフワさん言ってるもんな、ジモッチャンさんって言ってる、なんて言ってる、ジェノさんとモモカさん、あ、うん、リサヒー VS アミアアミアアミアや審査員アヤピョ、あーもう分かるやん。え、それでもう負けたらな、もう絶好やからやっぱ、うん、白馬もつけますかね、カップだ、コーヒーカップ、ティーありがとうございます。
か音がしてる、お化けや。お化け、あかんわ。レッスン場とお化け出るんですよ。うん。劇場も出るから。うん。劇場で、いやほんまにちょっと怖いことあったんですよ。3つも選んですよね。まあ、フーアさんとモンカさんがおった時代なんですけど、うん、あの、おば MC でお化け関係みたいな、お化けにまつわるエピソードを話してくださいみたいな時に、うん、その日の反省会でちょっと MC でお化けとかで言うのはなんか、ま、過去の事例でお化けの話をしたら急になぜか照明が切れたりとかがあるから、できるだけ MC でお化けの話せんといてって言われたんですよ。怖い怖いはぁと思って MC の時の反省会で、でその次の公演全員めっちゃミスしててん、あのえだってキャンバチの次の日っていうのもあんねんけど、うん、8期は丸々出てたから失敗してもまあまあまあって書いてないけど、あのあんまり出てない七木さんとかめっちゃなんかミスが多くて、怖い、ほんまいつもないやん、もう全員の全員そんなことある、怖い、うん、マジで早いと思って全員で怖いって言って、うん、で私あのクリスマスパーティー時に、うん、それではなんかそれでは終わりたいと思いますみたいになったら、うん、急に後ろの飾りがバーン倒れて、はぁーみたいな、なんかその時はこれカリンさんとか持っては、うん、サンタさんが透明サンタさんが来たんだね、あはぁみたいな感じだったけど、うん、自分はもうマジで怖かった、うん、だって B2 さん飛行機雲が急に切れたりさ、うん、一回 MC 中に照明ついたり、それが立て続けやったもん、一回照明がバーンと落ちて、でまあそれは、うん、反省会であれはお化けとかじゃなかったらしいからみたいな、うん、しかしげさんに言われて、で、あ、そうなんやで思ってたら、うん、次飛行機雲の横を切るどこ、え、マジかマジやるのおったっけその日、あら、見ながら話聞いて終わった、あれがあの周年婚の3日前、あー、うん、めっちゃ固まったもん、これやるえ、みたいな、大変、今日の昼やる声も音響おかしくなかったって知らん、え、見てないです、知らへん、今日今日今日昼、今日の昼夜、昼夜わからん、あ、昨日や、うん、昨日普通に、うん、昨日の YNN も急に落ちてたって、え、怖っ、怖すぎる、マジで怖い、うん、苦手なんですよ、なんか、という噂だけが苦手で、なんか、なんか小学校の林間学校でお化け屋敷みたいなのがあって、うん、まず最初にめっちゃないホラー画像みたいな、夜トイの森のトイレに行って、うん、動画でなんか足がダーンみたいなやつは行けてん、なんでよそれは友達とえーって言って全然怖くなくて、でその後の道歩くもただただ怖い仮面をかぶったあのスタッフ、あのスタッフやスタッフや先生とかその泊まってたところの方が怖い顔して立ってるだけで、なんかわーってびっくり言われるのは苦手やけど、そういう怖いのは別にいけたから全然お化け怖くなくて、その後にあの終わった人から全員でバレエを見てたんですよ、テレビで、うん、バレエのなんか大会をやってたから全員でバレエでおーおーおーって言って、あの、うん、みんながバレエ見に行って先生の話聞かんから先生がめっちゃ怒ったっていう、うん、でも私たちはね友達とはね別にバレエにそこまで興味があったわけじゃないから、後ろで雑談してたらねめっちゃ怒られたんですよ、巻き込まれました、え、でもちょっとほんまにさくちゃんとりさが怖かった話があって、周年ライブの大きいエレベーターにメンバー全員、あのアンダーライブの日にめちゃめちゃでかいあの業者用っていうのが、うん、荷物が運ぶ用のやつが動かなくなって、ペンライトありがとうございます、しまってなんか一回降りようとしてくるのがずっと止まってて、うん、でだるまありがとうございますみたいななるじゃないですか、でもなんかみんなめっちゃビビってんのに、さくちゃんでされてなんかあはははみたいな、まあ止まっちゃった、あはめっちゃ怖かったけど、あれでもね、普段やったら怖がるのになぜかあれは怖くなかった、もともとなんか普通に正常の時からガンって言うやん、うん、なんかそれの延長って思う、みんな死んじゃう、みんな死んじゃう、うん、ほんまに怖かった、マジでえみたいな、うん、なんかジュラシックパークみたいだったマジ怖かった、
でさ、最初さ、うん、そういうさ、人がなんか物を運ぶようになるさ、なんかで一般のさ、そんな関係じゃない人は乗れへんエレベーターって大体ガーンってなるやんか、うんうん、それにめっちゃ最初ビビってた。今はなんともならんけど。野原しんのすけのすけさん、バラありがとうございます。劇場とかもそうじゃない、うんうん、私投げんかったあれ、うん、初めてえって言ったの。たまにえぐい音なるやん、なんかドロガガガシャガシャみたいな、うん、慣れた。なんか、うん、あそこのエレベーターね、 Wi-Fi が繋がんないって、モバイルとかも繋がんないから、うん、もうそれだって、あれ、なお57さん、バラありがとうございます。一本ずつ食べるの受けるって言ってんけどさ、どうやって食べるの？一本ずつ以外全部ガーって飲むみたいな。タゲのみぎさん、バラありがとうございます。これ L やからな。うん、やっぱり大きい、びっくりした。うん、どうぞ。 ありがとうございます。うん、陸上の前電波悪いね。え、それ近いしな。うん、すみません。はやみきさん、こうしてありがとうございます。うん、あのポテナビを食べてます。あ、もう人生で初めてポテナビ飲みました。え、嘘やって、はじきポテナビは気がちやもん。うん、だからそれを多分もらったことあんねんけど、うん、自分が行って買ったことない。あ、食べてる、ちょうだいぐらいやったら。マクドナのハンバーガーが好き。エビフィレオ、もうこれは出てへん。照り焼きチキンフィレオ、エビフィレオ、マジでこれだけは出へん。なんか今小銭ないから、また次は後で返します。あ、何が300円。ええ、それで買える。え、違う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 、あ、そういうこと、うん、あ、じゃあ、オッケー。返すわ。でも1000円しかないね、今。あ、じゃあいつか700円返してできてる。うん、オッケーオッケー。うん、やった。うん、食べよう。もうポテト昨晩とか、ハチキは結構食がね、うん、がめつい、がめつい食事強い、強いっていうか、なんかみんなあのアミの YouTube でやったように、うん、いやだってさ、あれは食べてたけど、いや、言って、え、みんなでもお弁当すぐ選ぶよな。うん、私〇〇がいいみたいな。うん、あれ食べてへん、食べないと生きていけへんもん。うん、なんか一番最初のなんか劇場の説明の時に、うん、冷蔵庫に名前、アイス入れた時は名前書けみたいな、うん、お弁当は先輩に絶対最初聞けみたいな言われて、うん、なんかもうダンスでできひんよりも怒られるからみたいなこと言われて、うん、なんかダンスで初めてのまたぎで失敗たくさんしましたよりも怒られるからみたいな話をされて、うん、どういうことやろうと思ったらこういうことでした、うんうん。でもなんか何でもいいよって言ってくれるよね、意外とみんな。うん、優しい。でも絶対聞くけど、まま、うん、写真撮ってお弁当屋さんする。お弁当屋さんなんだかんだ楽しいね。でも10人やったら多いから、ちょっと3人ぐらいの時はないんだけど、わかる。ご飯いっぱい食べてるって言ってきて、ラーメン食べに行くねんけどな、夜ご飯みんな。私今日朝ごはんたこ焼きやったから。今日の朝ごはんの芋ブリュレ食べました。芋ブリュレ、あれ朝ごはんな。お昼ごはんかな。朝食べてない、うん、だって朝起きてないねんもん。わかるよ、私も今日起きたの11時で、12時に起きた。しかもお母さんに起こされてやからさ。うん、いつもよ、ね、起こされへんかったら多分2時ぐらいまで寝る。そう、同じ。ヒリエルな助かれるんですね。でもクソだけやったらさ、ヒリエルの次の日とか学校行ってるすごくない？うん、ヒリエル連続の自分すごいなと思ってます。あ、すか、いいな、いいな、伝説マジでいっぱいあるわ。公演慣れてない時にさ、コンサート3日前とキャンプ場の次の日やってるみたいな、最強やね、うん、初めてがね、初めて、私初めてのコンサートがマジでなんかもうコロナのせいでいろいろやばすぎたんで、うん、コロナのせいですから、ほんまに。お弁当でパイナップルの誘惑に負けなかった2人。パイナップルなんかあのお弁当に入ってるやつなんか負けないですよ。そう、なんかお弁当に入ってるパイナップル好きじゃないんですよ、うん、なんか甘くないやん、なんかちょっとおかずのさ
味さとか香りとか吸い込んでさちょっと酸っぱくなるじゃないですか、うん、だからね甘いねパイナップルじゃないんです。生粋のパイナップルじゃないからあれは。ゆきのがよくパイナップルとかトマトとか間違えてチンしてつもいつもトマトパイナップルチンした。今ミスの新作買ってきたからデザートいたわり楽しみ。いいなそう。え、そう、酢豚に入ってるパイナップルもない私的には。え、ポテサラのリンゴもない私的には。ポテサラのリンゴもないわ、うん、あの普通のサラダのリンゴやったらあり。なんか普通にサラダにリンゴ果物入れないでって。だってさレタスとかの中やったらよくない、馴染むくない。ポテサラはちょっと嫌やねんけど。だってレタスの上にドレッシングかけるやん、マヨネーズかけるやん。いや確かにそれが嫌やねん。ハンバーグに乗ってるのもない。ハンバーグ、ハンバーグに乗るんや。パイナップル、パイナップル、パイナップル、ハンバーグ乗るんや。我が家は乗らないですね。違う、普通にさなんかお店行ったら、ハンバーグお店で食べへん意識的にな。そんなチーズインハンバーグ入ったらいいな。ありかな、チーズインハンバーグ。そう、果物は結構冷たい方が好き。なんでもひんやりとした方が冷たい。冷凍でもいいくらい。わかる、冷凍フルーツ好き。冷凍いちごまでで美味しい。うん、アップルパイは食べさらに見たの。アップルパイもアップルパイ好き、うん、アップルパイは絶対あの短いでも熱いのより冷たいの方が好き。マジで。ホットアップルパイあんまり好きじゃない、多分ホットが好きじゃないね。あのなんかホットなんちゃらティーとかも絶対氷入れる。入れたな昨日入れた。ティーに氷入れてますやんと思って。みんな入れてたくない、リサ以外全員入れてたくない。マジで。マコも入れてたし、サクラも入れてた。公園が寒いから飲むねんで熱って言いながらみんな氷入れてびっくりして。昨日ね、なんか公園のなんかケータリングって言うかな、差し入れでね、なんかあのキャラメルマキアードとか抹茶とかなんかあったかいレモンティーとかね、うん、あったかいやつがいっぱいあってそれを作ってたんですよ。基本的に全員できたからさ、うん、リサだけさ何ミリ何ミリってどのぐらいとか言ってんのにみんなさ紙ゴムにジャーッだから月日私もジャーッて入れたんですけど、ね、160ミリは関係なく。そうで飲んでピーチティー飲んで暑いなーって言ってみんなで氷3つぐらい入れて割り箸半分越して割り箸半分越してこうやって混ぜてた。そうなんですね。やばい、もうめっちゃ美味しかった。マキアートってさ苦くないな、キャラメルやからかもしれへんけど私キャラメルマキアート飲んだんですけどそんな苦くなくて嬉しい。みんなは、ピーチティー飲みました。マジでピーチティー大好き。ティーやん、ティーが好きやねワイルドやってなんちゃらなんちゃらなんていうのあれ、ティー、なんちゃらティーが好きで、あのラテとかは苦手。ミルクティーとか、ミルクティーは苦手やわ。上にミルクティーがありますね。上のやつがみんなレモネードとレモンティーしか飲んだことない。アイスホット飲んだことない。でカフェオレ飲んで泣いた、苦くて。だってこの人ね、レモンティー苦いやんとか言いながら飲んだ。なんかさマジで苦いっていうかティーの味するやん、だからティーがいいやん。そうだから自分はティーが苦手なんだってことを知った。タピオカミルクティーはそれやったらピーチティーがいい、ピーチタピオカピーチティーとかがいい。ミルクティーはあんまり選ばへん。なんかもうミルクティー自体は飲まへんから。タピオカもタピオカも飲まへん。黒糖、黒糖、マジ、うん、化石そう昨日公園でサクパがタピオカみたいな話をして、うん、裏でマコと話しててその時に、うん、タピオカマコもなんか今日タピオカ飲みたいなって言って、うん、私タピオカ飲んだことないねん。マジマジってなるよ、化石ほんまに。タピオカ飲んだことないんや、うん、逆にさ売ってないもん。いや一時期めっちゃ売ってて駅にやってんけど、でもそんなスーパー売ってるで。ミルクティーやん、それはタピオカミルクティー売ってるやん。タピオカで売ってないやん。タピオカで売らへんやろこれで。これはあの行数に売ってた冷凍タピオカ。マジで、うん、そうだからタピオカ飲んでみたいなって。もうタピオカ自体は興味あんねん、このムニムニして。無理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 なんか知らんけど、だから普通にさあるやん、ナンバとかでもその辺に。そう分かんねんけど、ミルクティーやん。ミルクティーじゃなくてもゴンチャとかさピーチティーとかいろいろあるで、なんかジュース系も。マジでねえ、ありますよね。10円パンも食べたいねん、知ってる。マジで行こうや、小さい虫ぐらいにあるさ。うん、
なんかパン10円の形のパンしてた中にチーズが入ってるね。うん、おいくら10円なわけないやろ、500円なんで、え500円、500円、ここった違うめっちゃでかいね。あーなるほどね。まこ、まこがケイトさんと言ってた。またバレンタインなんでね、気が向いた時にチョコ作ります。私はナンバならシンプルゴンチャが好きって、そう、サクパンとかゴンチャ言ってるよな。うん、一回やのね。めっちゃめっちゃでかいのかちょっと前。みんなでね、結構真剣な話をしながらね書いてて、うん、そしたらサクパンがちょっとごめん待っててって言ってね、うん、どこ行くやと思ったんで全員でね、うん、ついてたらタピオカ屋さんで、ね、一人で並んで買ってね、お待たせって言ってやばマジでおもろい。もうそれでみんなな、ちょっと気分マイナスやってんやん、全体的に怒られて、うんうん、なのに昨晩だけタピオカ飲んでウキウキタピオカ飲んでもうマジで美味しいタピオカって言いながら電車でね言ってましたね。ほんまにおもろい。え、だってさ、え、マジで昨晩のタピオカに対する行動力が、うん、リーナと昨晩でアイス食べたくねって公演終わりに、うん、行こうやみたいな、だってあのアイス行こうみたいな、うん、普通に近いし公園疲れたから行こうって言って行こうとして準備しようとして、ちょっとそうちょっと自分タピオカ食べに行くわみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、6時にやった。あ、なるほど。じゃあランキング読んで終わります。食べ、うん、みんなが読み終わったらいつも始めます。13位、さぎのみきさん、ありがとうございます。お疲れ様です。12位、なお、な、え、すいません、なお57さん、ありがとうございます。11位、あっこちゃんさん、ありがとうございます。10位、ぶんのさん、ありがとうございます。9位、ひろしさん、ありがとうございます。8位、たかさん、え、ありがとうございます。7位、やくみ先生さん、ありがとうございます。6位、ひなぴん、ありがとうございます。ちょ、きむ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 。5位、まゆかさん、ありがとうございます。4位、キンキーさん、ありがとうございます。3位、あべべさん、ありがとうございます。2位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして第1位、いずみちゃん、ありがとうございます。ということで終わります。バイバーイ。あ、あやのさん、ありがとうございます。